陸上自衛隊はイギリス陸軍と初めて実施している日英合同訓練の様子を報道公開しました。陸上自衛隊とイギリス陸軍の合同訓練は去年8月の日英共同宣言に基づいて初めて行われました。昨日は陸上自衛隊の CH-47 輸送ヘリコプターに日本とイギリスの両隊員が同時に乗り降りする訓練や最新式のシミュレーターを使って航空機のミサイルを連携して誘導する訓練の様子が公開されました。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している英国との防衛協力をしっかりと進展させることは非常に重要である。訓練には日英合わせておよそ110人の隊員が参加していて、今月12日まで訓練を実施する予定です。